くお願いしますね。ただいまおおい。名探偵毛利小五郎。ラン、さっき録画したドラマ見せてくれ。え、もうお父さんたら、テレビが新しくなったからってちょっと見すぎよ。川田成彦さんを殺害した犯人はこの中にいます。温めも焼き物も分かったぞ。犯人は大沼俊だ。このトリックは簡単な物理の応用。そして凶器は時間が経てば消えてなくなる氷だから、エアコンの設定温度が異常に高かったんだ。へえ。理想の飾りを追求。川田成彦さんを殺害した犯人は大沼俊さん、あなたです。この犯行時のトリックは簡単な物理の応用です。そして凶器は氷です。おお、俺見ろ、当たったぞ。おいおい、推理物の犯人先に言うなんて反則よ。一度見たんだったら黙っててよ。推理して言ってるだけ、見るのは初めてだ。嘘よ、犯人だけならまだしも、トリックなんかもぴったり当てるなんて。それにしても何なんだこの違和感。さっきのドラマ確かオリジナルの脚本で、原作はない。この部屋のテレビは録画機能のないタイプ UH シリーズ、録画機器もない。パソコンや携帯電話もリビングに置いてあったし、自分の部屋でドラマの内容を知るのは不可能。ん？ UH シリーズ。そしてリビングのは録画機能付きの UXP シリーズ。思えば博士の一言で。わしの新発明品じゃないんじゃが、ウーといってな、わしの発明に勝るとも劣らん便利さじゃよ。ウーにしたんだっけな。これはさっきのテレビクルーの二人、突然名推理をしだしたおっちゃん、違和感のあるリビング、そしてこのウー。そうか、そうだったのか。犯人はこの中にいます。小林博明さんを殺害した犯人は圧力とスチームでうまい早い。今日もわかったぞ、犯人は山上雄平。おじさん、このドラマもう見ちゃったんだよね。え、何言ってんだ、俺にドラマを見てるような。そうよ、お父さんの部屋のテレビは録画機能ないし、それにこのドラマがやってた時、ここでみんな一緒に別の番組見てたじゃない。 DLNA。 ん？DLNA？ そう、 DLNA。 これを使うとリビングのテレビで録画した番組をおじさんの部屋のウーで見ることができるんだ。知らなかった、ウーにはそんな機能もあったのね。ウーをネットワークでつなげば他の部屋でも録画した番組を見ることができるってアガサ博士から聞いたんだ。おじさんはリビングのウーで撮った番組を DLNA のサーバー機能を使って自分の部屋のウーで早送り再生して見てたんだ。何よお父さん、録画したドラマを毎回事前に見てただけじゃない。ラン姉ちゃん、この人たち知ってる？この前うちに来た人たちね。それとこれ、24時間密着シリーズ？密着って言われにはあれっきり来てないわよ。あ、これが密着カメラさ、あの時セットしてったんだよ。部屋がいつもと違うと思ったら、この観葉植物にカメラが隠されてたんだ。やだ、ずっと撮られてたってこと？大丈夫、カメラのスイッチは切っておいたから。あ、もうお父さんならなんでこんなこと勝手に引き受けたのよ。そもそもこの番組は普段通りの姿を撮るんじゃないの？もう何考えてんのかしら。お父さんといい、新一といい、なんで探偵ってみんなこうなの？もう信じらんない。なんでそこで俺が出てくんの？信じらんない。Thank you.
24時間密着シリーズ、今回は名探偵毛利心さんのお宅にお邪魔しました。お、俺が映ったぞ。なかなかいい男に映ってるぞ。私も映ってる。かっこよく撮れてるじゃないか。やらせでしょ。行く先々で難事件を解決する名探偵毛利心さんの私生活、家族にまで謎解きを仕掛けるお茶目な姿を見せてくれました。ま、推理オタクというか、テレビを見ている時にまでこの調子じゃご家族も大変ですよね。ご家族も大変ですよね、だってどういうこった。名探偵毛利心の密着取材だろ。ちゃんと俺のかっこいいところに。おっちゃんの見えっ張りもこれで懲りりゃいいんだけどな。信じらんない。名探偵コナン VS ウー、突撃スターのお宅拝見。さて、次に私土屋ひとみが九州は佐賀県からお送りする3人目の方は、おお、中華料理店ですね。3人目の方はこの扉の向こう側に。では早速失礼してお邪魔してみましょう。3人目の方は結城真央美さん。真央美さんのご実家にお邪魔します。あら、これはうちの自慢のパオです。子供の頃からいつもこうやって弟と半分こして。あの、はい。ご相談したいことがあって。うわ、結城真央美ちゃん。あら、タレント結城真央美の苦悩。私の仕事に父はずっと反対していまして、母はそんな中陰ながら私を応援してくれてるんですが、それが原因で両親の仲が。この間もドラマを録画しようとしたら、その時間は俺が撮るからダメだって。結局お父ちゃんの番組録画を優先されてしまって、いつもいつも。母は私の番組を全て録画してくれてるんです。でもそのせいでハードディスクの容量がいっぱいになったりすることも父は気に入らないのかもしれません。真央美さんの実家って中華料理屋さんなんですよね。さっきテレビで見ました。はい、九州の小さなお店ですけど、少しでも父の役に立てればと番組でお店を紹介してもらったりしているんですが、父には逆効果のようで。親の心こしらずならぬこの心親知らずってやつですな。コナン君、何見てるの？録画したさっきの番組。これが例のテレビ。この中華まん変わった形だね。ええ、うちのは角が2つあるのよ。今では一番人気。もともとはメニューにはなかったのよ。え、そうだったの？小さい頃お店に行くと必ずお父さんが出してくれたから、てっきりメニューにあるのかと思ってたわ。真央が東京へ出た頃メニューに加わったのよ。なんだか猫の顔みたいで可愛いですね。あ、猫。そうか、娘の仕事に反対する父親、娘の活躍をこっそり録画する母親、実家の中華料理店にあるレコーダー、そして不思議な形の中華まん。これをしばらくご両親別々に暮らした方が。お父さん。というのは冗談で。わかりましたよ。ご両親を不仲にし家族をギクシャクさせた原因が。その前に真央美さん、あなたのお父さんはもうあなたの仕事に反対はしていませんよ。え？ねえ、そこで聞き耳を立てている真央美さんのお父さん。え？お父さん。コナン。はーい。この角の形、こうして見ると猫の耳に見えませんか？本当。でもこれが真央。
え？そう、中国語で猫はマオ。お父さんは東京で頑張るマオミさんを思いながら、このマオ、猫の形をした中華まんを作ってきたんじゃないですか。マオパオ、それがこの中華まんの本当の名前さ。それでマオが東京へ出た頃、パオをメニューに加えたのね。以来お父ちゃんが毎朝欠かさず一生懸命パオの生地をこねるのには、そんな意味があったなんて。嘘よ。じゃあなんでお母ちゃんと喧嘩なんかして。それは母さんがマオの出る番組の時間にイランドラマを撮ろうとするから。え、そうだったんですか。あら、やだ、知らなかった。問題はお店にある今お使いのテレビとレコーダーですよ。この新しい録画テレビのウーなら、一台で好きな番組を見ながら別の番組を2番組同時に録画できるんです。しかも2番組とも8倍モードで長時間録画できるから、これまでよりもハードディスクの容量を効率よくたっぷり使える。そして出演者やキーワードで見たい番組をしっかり絞り込めて録画できるんですよ。それなら真央の出る番組とドラマが同じ時間に重なっても大丈夫だし、真央の番組をうっかり見落とすこともなくなるわ。コナン、カセットハードディスクを。じゃーん。このカセットハードディスクをこうやって差し込むだけで、こっちでも8倍の長時間録画ができるし、差し替えればいくらでも録画できるんだ。マオの出る番組をこれで残しておけるのね。このカセットハードディスクさえあれば、録画した番組を別の場所にある同じタイプのウーで見ることもできるんだ。だから東京でしかやってないマオミさんの番組を。お父さん、お母さん、私も新しいウーにして東京での番組を今度の休みに持っていくわ。離れていても家族はいつもウーでつながってるってことね。よかったね、コナン君。真実はいつも一つ、家族はウーで一つだね。いろいろありがとうございました。あの、毛利さんは。ああ、すみません。おじさんなら大丈夫だよ、もうすぐ目を覚ますから。それじゃあ、ありがとう、小さな探偵さん。え、あれれ、顔が赤いぞ、小さな探偵さん。どうしちゃったのかな、なんて、ね、冗談冗談。あれ、マミちゃんは置いてけぼりか。マミちゃん。俺もか。マミちゃん。